先に言っとくけどキャラ崩壊注意ってことでコンチャー、テンタクルズの姫だよ。リーダです。前回はヒオカラーズがこれをやったんだっけ？あ、そういえばやってましたね。そして私が使う武器はスプラチャージャーだよ。私が使うのは、リーダが使うのはバレルスピナーでこ。なんで言うんですか？てか今回エイム大丈夫かな？あんま当たんなそうでこえ。姫先輩の言い訳がたくさん聞けそうで楽しみですね。言い訳とか言うな。とりあえずチャージャーは初手切るだろ。前回も誰かが似たようなことを言っていたような。気にしたら負けだ。もし、右に敵がいるから仕留めたい。まあまだに逃しておいてやるか。どんだけ自分のエイムに自信がないんですか？そういうわけじゃないから、ああいうのはね、しばらく流しておいたら顔出してくるもんなのよ。だからこうやって倒すんだよ。わわわすごいです。私も頑張らねば。リーダー、こうなったら上に登ってイーダよりも活躍してって言いたかったんだけどローラーが登ってきたから諦めよう。っていうかエリア取られちゃってますね。全然敵を倒せない。あ、姫先輩イカスピ上がってますよ。あ、先輩まずいですよ。3落ちで私しかいないんですけど、シャボン玉飛ばしてるんで早く来てください。あ、うん、姫先輩元気出してください。先輩の力が必要なんです。との、私はイーダです。よし、張り切っていくぞ。しゃあねえから本気出してやるんだ。その息です先輩。もう外さないからよく見てろよ。手始めにあそこの傘を倒してやるか。先輩今外しましたよね。知ってるか？世の中には猿も力を切るという言葉があってだな。まず先輩の立場は猿ですらないですからね。じゃあどんな立場にいると思うか言ってみて。怠け者じゃないですかね。今すぐ撤回しろ。お、もうすぐスペシャルが溜まるな。このスペシャルでみんなにいいとこ見せちゃうか。前は守っておくのでガンガン倒しちゃってくださいね。お覚悟。あれ？どこ行った？やばいいだ。見失っちゃった。で、出てこい。当ててやるんだからな。卑怯者出てこい。おい、ひっこもり。先輩静かにしてもらってもいいですか？あ、ごめん。てか一人も倒せなかったんだけど。期待した私がバカでした。今回のイーダちょっと怖いんだよ。不冗談ですよ先輩。いじける先輩の顔とってもキュートでしたよ。ひでよ。ていうかやっと二人目倒せたわ。お、その調子ですよ先輩。実は私スロースターターだったりしてな。スプラ版レジギガスですね。やって、このまま軌道に乗ってきたかもしんねえ。まあどうせ先輩のことですし、ここらでその調子も途絶えると思うんですけど。イーダは私を舐めすぎなんだよ。最強プレイ見たけ見せてやるよ。お先輩、頑張です。やっぱ私って頼りになる先輩だろ。そんなことはどうでもいいので早く倒してください。シュン、やっぱりキュートすぎます。そして倒されるんですね。キュートですプピット。最後の英語も喧嘩売ってるだろ。そして味方さんの規模のこの脱ぎ状況。あらや、どうしましょうかね。ここは一つ、電源をブチッと切っちゃうのはいかがかな。私たちが炎上するのでやめましょう。ここから大逆転劇の始まり。主人公はもちこの私姫様で、モブがそこのイーダだ。モブって何ですかモブって。とりあえずここから私が超絶頑張るからよく見とけ。ナイスキルですよ先輩。ま、私にかからこんなん楽勝なんだけどな。さて、上にいるやつも倒しちゃうか。あ、どま、あ、ナイスですです先輩。これはもう逆転無理そうですね。諦めたら試合終了。いや諦めるしかないでしょうこれ。ま、こっから逆転してやるから見てろっての。あなたは何度その逆転という言葉を吐いたんですか。認めだ。案外少なかった。うわ、雨降らしだ。この状況で雨降らしは相当きついですよ。こうなったらずっと遠くでちまちまエリアを塗るしかない。リーダー、敵は任せたぞ。だろうかと思いました。ま、こうやって私も倒してくんだけどな。お、ここでインクアーマーは大きいですね。だな。てかあそこのスプリンクラーが地味に目障りだな。壊してやろう。よっこいしょうのすけ。とりあえず右側はワッシュするんで左側よろしくお願いしますね。この私にかかれパパパッとやって終わり。よし、ハイパープレッサーで一人倒せたぞ。いい調子ですね先輩。さすがに二人目まではきついっぽいな。あ、おいいだ、敵が一人そっち行ってるぞ。だから距離取ってるんですよ。ローラーなんで余裕ですね。というかもう一人ローラーがいたような。インゴ、あ、そっち逃げちゃいました。よし、ならそいつも倒してやる。ナイスです先輩。いい感じにカウントが進んでますよ。ていうかいいところにゴムを投げよって塗り返すのが面倒だろ。よし、ある程度塗ったらタワーを取ろう。その方が有利になりますしね。あ、やばい、ビーコンか。敵が飛んできてるし、着地うまくかれっかな。まさかの相打ち。ちょっと、今中央にいたの先輩だけなんですよ。だが、もうカウントリードは済んだ。お、これはいけるんじゃないですか。ま、私がいるから勝つのは当然なんだけどな。さて、次の試合の武器でも今のうちに考えるか。ん、何がいいかな。寿司か、寿司こらか、またチャーか。まだ試合も終わってないのにフラグを立てないでください。はっはっは、フラグなんて発言して許されるのは小学生までだっつうの。ちょっと先輩、急いで塗り返さねば。塗り合戦ですよ。負けちゃダメですからね。こんな時にチャーが邪魔すぎる。そんなこと言うな。チャージャーの塗りよく投げるんじゃねえぞ。そうですよね。でも他の武器だったらもっと塗れると思いますよ。チャージャーで悪かったな。チャージャーで、でもチャージャーは悪くないぞ。そうですね。っていうかこのまま時間が経てば試合終わりますよ。よし、絶対に耐え切ってやっからな。あの、だからフラグは、勝てちゃいましたね。やったぜ。次の試合も勝てるといいですね。ま、どうせ勝つんだけどな。そういえば最近ウプ主もスプラプーンをちまちまやり始めてきたそうですね。あんなのいつも1時間撮影して終わってるだけじゃねえか。あいつはスプラヘの愛が足りないんだよ。2になってから内容も再生数も崩れてきて泣けてくるんだよ。ごめんごめん、テンタクルズの名前が出てたら手が出てたところだったわ。めっちゃ怖いんですがそれは。でも確かに2になってやめた人多いですよね。確かにな。いや、地味にキル数がいい感じだな。今思えば相手めっちゃ強かったですね。それじゃあ次の試合に行ってみよう。今回は4号と3号が稼いに来てくれたよ。4号は YouTube をやってるらしいのでアカウントを概要欄に貼っておきますね。確か何をやってもダメな無能だったんだっけな。せっかく来てくれた人にそんなことを言っちゃダメですよ先輩。自分で名前を無能にしてるくらいだからいいんじゃね。チャンネル名はちゃんとしてましたよ。よし、それじゃあ一人ずつ武器紹介な。え、二人とも喋れないの？3号は別にいいけど4号は無能だな。いじらないであげてください。まあ、いっか。今回私が使っている武器はクロザップ。私が使ってる武器はスプラシューターです。3号がヒーローシューターで4号がホットブラスターだな。そして今回私は裏取りをしに行く。大丈夫なんですか？なんでそんなに心配そうな顔して聞いてくるんだよ。まあ大丈夫だから心配すんな。っていうかすみません、やられちゃいました。他人を心配する暇があったら自分の心配でもしたらどうなんだよ。3落ちです、頑張ってください先輩。まあ任せろ。ここらでは遊びはいい加減にしろってところを見せてやりたい。先輩その発言はダメなやつです。でも今のところ大丈夫だから問題ないさ。とりあえず味方がある程度復活したらインクアーマーを使ってからの。ずっとそこにいると後ろから刺されますよ。できれば早めに動きてんのに前に出れそうにないんだよな。鳥まかで塗ってんの危ねえ。インクアーマーなかったらやられてたかも。てかもうそろそろ後ろから敵が来てるかもな。ですね。やけくそで
てもいいので突っ込んでみればどうですか。スーパーキャッチはあかんやろ、これ下がるしかないやろ。後ろにも敵が嫌がったか。まあに落ちさせたのは大きかったですよ。とりあえず4号をおとりにしてもう一度裏取りをしに行こう。4号さん頑張ってるんですからやめてくださいよ。はいはい分かってますよ。っとてかここ敵が来た後があるじゃねえか。4号大丈夫かこれ。あ、4号やられてる。こうなったら強引にでも裏取りをするしかないな。そこまで裏取りにこだわるんですか。まあな、とりあえず1人倒してからのもう1人を倒していくぐらいこの野郎。あ、もちろんエリアは塗ってくれますよね。当たり前だのクラッカー。あ、先輩、私来たので言っていいですよ。よっしゃ、じゃあリスから復活してきた奴らを可愛がってやるか。本当は負け覚悟なんですけどね。まあこのアーマーで頑張ってくれるだろう。私はこっちで頑張るから味方のみんな頑張れよ。やべ、どっち相手しよっかな。奇襲かけやすいから下の方でいいか。敵一人逃がしちゃったけどごめんな。まあ、頑張りますよ。とりあえず私は上まで逃げるとしよう。早くこっちに来てくださいね。ふっふっふ。私がそっちに行く頃には敵の姿はないと思っとけ。期待しておきますね。でも先輩の姿がないのは気のせいですか。当たり前だよな。死んだんですよね。はい。あの時先輩を裏取りに行かせなければよかった気がします。大丈夫だって安心しろよ。ほらな。まだ希望はあるんだよ。カウントストップという応急処置ですか。そしてここに私が参上。私ももうすぐエリアに着きます。このままエリア取って逆転するぞ。よし、相手すしこら一人ありましたよ。あ、待てこら食い後は反則だって。ナイス3号。姫先輩ただの数合わせでしたね。数合わせとか言うな。まあ、とにかく逆転目指しますよ。このチャンネルって基本的に逆転系多いよな。まだ勝てるか決まったわけじゃないですよ。負けるかもしれませんし。ふっふふ、負けることはない。なぜなら私が今から前に出て敵を倒しまくるから。あ、はい、期待してますね。期待してろ。前で撃っていって今死んでますけどね。こうなったら先輩の代わりに私が前に出て切るしまくってやります。後で追いついてやるからな。ジャンプ成功してからの下にいる敵を倒してく。倒されインクとなれ。なんですか今の発言。気にするな。てかいだめっちゃ前にいるじゃねえか。ぐっそう絶対追いついてやる。さっきからそう言ってますけど一度も追いつけてませんよね。うるせ、一人倒してんの。もう一人倒してんの。もうすぐカウントリードですね。まさかの大逆転だな。てかいだは死んで戻ってきてるし。そりゃ死にますよ。だったら今度は私の出番だな。よく見とけ。あそこの敵を倒してやる。くらえ。おや、ゲームが合わない。この、こわちゃー。あ、倒されるんですね。はい、ゲームセット。今気づいたけど相手の一人にネット弁護士いるな。全国の高弘さんに謝ってください。なんかごめんなさい。そして試合結果までカット。今回は私が輝いて見えるな。そうですね。じゃあ終わりましょうか。流された。まあいいや、ご視聴ありがとうございました。